はい、皆さん、ズドアズビッチ、エースケンでございます。GoTo トラベルキャンペーン期にはなってるけど、なんだかんだ時間がなくて使えてないエースケンでございます。よろしくどうぞ。はい、皆さん、いつも動画ご視聴いただきまして、ありがとうございます。はい、というところでですね、今、冒頭で開けました、GoTo トラベルキャンペーンがですね、やっぱね、今、増えてきちゃってますから、ちょっと対策、検討、ちょっと、中止だか、みたいになってみたいですね。はい、11月12、21日時点とかでね、なりましたけども、そのためにですね、ついに、こうね、なんか旅行業界がどうたらこうたとか言われてて、まあ、エンタメには何にもないのかってことだったんだけども、政府もね、ついにちょっとエンタメ業界にね、支援をし始めたんじゃないかってところでですね、皆さん、GoTo イベントキャンペーンってご存知ですかね？なんかちょいちょいね、ニュースサイトとかね、話題にはなってはいたんですけれども、いわゆるその、コンサートとか、そういった芸術とか、そういうエンタメ事業にも、まあ、支援をしていきますよといった制度がですね、始まるみたいですね。まあ、これ撮ってるの実は21日で、やっぱね、またちょっと感染者増えてきてしまってるんで、もしかしたらね、長引いてしまうかもしれないですけども、まあ、現時点でなる情報をまとめて、みんなでね、考えていきたいなと思います。これね、経済産業省がね、もうページ作ってますんで、それをね、じゃあ見ていきましょう。はい、ということでね、今この経済産業省のページ出しました。はい、ってところで、GoTo イベント、キャンペーン GoTo イベントでまた出会える喜びようってところですね。やってますね。じゃあ、いざ概要、これ、更新がですね、11月の4日にされてる以来ですね。まあなんかまだ中止とかにはなってないんで、まあおそらくまあやる予定になってないかなと思いますね。はい。で、事業概要、まあ GoTo イベントとは、まあチケットの割引、クーポンの付与により、弊社のコロナウイルス感染症の感染拡大によって、莫大な影響を受けている文化、芸術やスポーツに関するイベントの需要喚起を目的とした事業ですと。また本事業を通じて文化、芸術、スポーツに関するイベントに関わる方々に新型コロナウイルス感染症の防止策の実施を促し、3密リスクを回避した新たなイベント手法に取り込んでもらうなど、新しい生活様式に対応した事業活動の推進と定着を促していくものですと。はい。参加にあたって更新していきますと。で、主な内容ってすると、別にチケット代金2割引き、または会場などで使えるクーポン、まあ、これも同じ2割相当分というところで、まあ、実質2割引きしますよというところですね。まあ、ラルクアンショーで、例えばラルクアンショーのチケットでね、最近はだいたい1万円前後ですかね。1万円とすると、じゃ2000円分引きますよと。8000円でラルクのライブ見れるって。いや、すごいですね。はい。2割引きってなかなか大きいですね。まあ、逆に会場等で使えるクーポンって、これ、まあ、物販代2000円分のクーポンとかってことですかね。まあ、これもなかなかいいんじゃないかなと思います。はい。で、今、キャンペーン期間開始しておりますって感じなんで、じゃあ仕組み、はい、どうなるかっていうと、イベント、GoTo イベントに参加する販売会社からチケットを購入いただくと、受けられると。まあ、要するに、あれですね、まあ、ライブで言うんであれば、まあ、チケットピアとか E プラスとかローチケットって、そういったところのサイトから買うことによって、対象になりますよっていう感じだと思いますね。うん。まあ、事務局がこういう感じで募集をして、販売事業者などがその登録をすると。で、消費者我々が、まあ、チケットを買って、そしてチケット会社からその割引とかクーポンを得られるという仕組みになっているので、まあ、我々消費者側にとってはなんか申請をするとか必要はないのかな。要するにその対象になっているサイトから購入をすればもう割引で買えたりとか、クーポンが付与されるといった感じなんじゃないかなと思います。大手のチケット会社があると思うんですけども、これ気になることがあって、じゃ例えばファンクラブで買うチケットどうなるんだみたいですか。例えばこのやつを見ると、販売事業者とかだから、要するにチケットピアとかローチケットの一般販売、そのファンクラブの選考が終わって、で、一般販売で売る分はそのチケット会社が売るチケットだから、そういうものだけが対象になるのかなって思うんですよ。ファンクラブの選考というと、ファンクラブとしては販売をしてるわけじゃないですか、チケット。まあ、例えばその、ピアとか、スキヤチケット、スキチケット、そういったチケット会社を経由して販売してる場合もありますけども、まあ、主にその、売ってるのはファンクラブとしてチケット売ってるわけじゃないですか。そういうのって対象にならないのかなと思ったんですよ。よくある質問、これ、あるんで、ちょっとこれもね、皆さんちょっと見ていきましょう。ありましたね。ちょうどこの Q&A のところに、ファンクラブ会員のみ参加可能なイベントのチケットは給付対象になりますか？
ファンクラブなどの参加者が限定されるイベントのチケットは給付対象外ですってなってます。で、要するに、まあ、ハイドソロで例えると、ハイドソロの、ジキル&ハイド、あれは、もう、ファイディスト、ハイドリウムの、もう、ファンクラブの限定のね、モバイル会員限定でやったんで、ああいった公演は、まあ、対象外になった。あくまで一般販売をして行うチケットに対して対象になる。ってそうですね。はい。これ結構ね、Q&A がね、結構、気になる内容が書かれてるんで、ここ面白いです。はい。で、次にその下にあるその海外のアーティストが国内で開催する場合、これは国内をに業務所の拠点を有する事業者が主催するイベントであれば対象になる。要するに海外のアーティストが、まあ、日本でライブやりますと。で、その主催者が参加する事業であれば対象になるから、これももし今後、じゃ海外のアーティストが来日公演するってなった時も対象になる可能性全然あるっていうなってるんですね。うん。で、ありましたこれ。ファンクラブ優先販売認められますか？まあ、可能です。ただし、その後一般に販売される場合に限ると。で、要するにあれですね。やっぱり、ファンクラブ選考があって、かつ一般販売、そういった大手、その E プラスとか、チケットピアとか、ローチケとかで売る可能、売る場合があるんであれば、やっぱできるみたいですね。ファンクラブだけで売るチケットは、やっぱダメみたいなんですね。うん。だこれはなかなか、やっぱね、ファンクラブ取る方がやっぱ責任とかってねいいと思うんですけども、それも、まあ、対象になる。これはかなりありがたいですね。うん。で、あとその気になるところがありまして、はい、こちらなんですけども、チケットとグッズがセットとなったチケットを販売する場合は給付対象になりますか？これもあれですね、ジキル&ハイの時もやっぱね、チケットやっぱ高くなっちゃうわけですから、キャパを、ね、狭くした分グッズを一緒にして、まあちょっとね、まあ安く見せじゃないですけど、そういった形で、まあ、うまくこう、チケット代をね、調整してたと思うんですけども、そういった場合ではどうなるかっていうと、まあチケット本体とともに、まあ当該チケットのイベントに関連するサービス、または物品がセットになったチケットを販売する場合、サービスまたは物品の価格または価値相当額が販売額の2分の1を超えない場合、対象チケットと扱うことができますと。なお、換金性の高いものや行政機関への支払いなど、セット内容として認められないものがありますので、詳しくはお参照くださいと。なんか、ちょっと複雑な書き方をしてますね。まず、後半のところの換金性の高いものや行政機関のへの支払い。換金性の高いもの、キャッシュバックをしますとか。まあ、グッズだったら、それは換金性高いものになるのかな。メルカリとかで売れるは売れますけど、そこどうなんですかね。は認められないと。で、この、価値相当額が価格の2分の1を超えない場合、要するにセットにします、そのグッズ代とかが、そのチケット代に比べて、グッズ代の方が多くなっちゃうと、それは確かにならない。あくまでチケット代の割合の方が高ければなる。これ表現難しくねって思って、その要するにそのグッズセットになってるグッズを、じゃあ単品販売しますだったら、それ価格って設定されるじゃないですか、単品価格。でもさ、そのチケットとグッズ一体です。そのグッズ販売しません。単品販売しないだったら、その価値ってつけられなくないですか。要するにさ、マフラー太郎とかも2500円で売るアーティストもいれば、1000円で売るアーティストもいるわけじゃないですか。そこってなんかちょっとこれ曖昧じゃないって思ったんですけども、まあね、今はあんまりそういうのなくなってきてるのかなってところは、ここはもう実際にやってみてんじゃないかなと、うん、思いました。ここはちょっと曖昧な書き方してますね。うん。はい、そんな感じでございました。この GoTo イベントキャンペーンね。いや、ついにエンタメ界にも政府がちょっと援助してるようになり出したのかなっていうところ、一抹の希望が出てきたんですけどもね。ちょっと最近、ね、第3波だとかちょっと来てしまって、難しいところだとは思うんですけどもね、ぜひぜひ、ね、皆さんも、まあね、ストレス発散にね、こういう娯楽ってね、絶対必要だと思うんでね。うん。まあ十分に対策は、まあね、ライブハウス、政府の人が思ってる以上にすげえ対策してますよ、マジで。すごい徹底的にね、感染対策してますんで、もうね、ぜひともこちらは、GoTo のね、トラベルは停止になっちゃうかもしれないですけど、イベントのこっちの方は、ぜひともやっていただければと思います。まあ、アーティストにとっても、消費するね、一般のファンの方にとってもね、これは大事なことになっていると思いますので、皆さんもぜひこれ、GoTo イベントで検索すると、このページ出てきますんでね、ぜひぜひチェックしていただければと思います。はい、そんな感じで今回の動画は以上になります。今回の動画もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、ダスビタニア。I just wanna check balls 俺らに向き合う決心はついた Don't believe in making happen 話せ